ガールズ競輪応援チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。モノヘア三上と申します。さあ今回は走りも配信もキレ抜群、佐々木彩選手の魅力を紹介させていただきます。はい、というわけでございまして、まず佐々木彩選手のプロフィールなのですが、1999年6月27日生まれ、福島県出身、日本競輪選手養成所の116期生となります。学生時代は陸上部に所属していた佐々木彩選手、走り高跳びに打ち込んでまして、大会でも上位に残る実績を残しています。そして陸上部引退後、スポーツイベントで自転車速度計測をしたところ、なんと1位の記録を出し、後の師匠となる斑目秀夫選手からガールズ競輪を勧められ、競輪選手の道を目指します。そして2018年4月に日本競輪選手養成所に入学し、116期生としてデビューします。さあここで、佐々木彩選手の初勝利レースをご覧くださいませ。そして1枠があった1番、猪子真美は、関口の3番手か、現在は6番手です。7月の大宮では決勝進出。直線2馬身の一般戦はまくった選手の番手か3番手に続いて確定も挙げていました。ここもうまく嗅覚を働かせたいところです。最高峰は4番車熊本田中敦子で、邪魔な2コーナーからバックに入っていきます。先頭7番車三尾直子、まもなくジャンの3コーナーに入っていきます。さあジャンの3コーナー誘導は外れました。7番三尾が前々に動いています。このままかけさせられることも十分ありそうな感じなんですが、さあ4番の田中敦子はここで動いていって、さあ思い切ってかけるか、レーサー最終周回、さあ一気に4番の田中敦子はかましてきました。乗っていくのは6番車の佐々木愛です。この後ろ1番の猪子がうまく切り替えてきました。7番三尾直子はこの後ろか、さああとは2番の関口もまくっている、2コーナーからバックにあります。先頭は4番の田中敦子、ジャンの4コーナー思い切ってかましました。さあこれを番手まくって6番車佐々木彩、1番の猪子真美が続いて、あとは団子状態になっています。5番の山本久美が進出して3番手、4コーナーから直線です。さあ先頭6番車佐々木彩踏ん張れるかどうか、後ろが1番車猪子真美、猪子が突っ込んでくる、猪子が突っ込みました。6番佐々木は振り切ったか、6番1番あるいは1番6番、1着争いです。はい、というわけでございまして、最後の最後まで力強く粘りまして、見事な初勝利でございました。おめでとうございます。そんな佐々木彩選手、最近はですね、配信の方にも力を入れておりまして、ミクチャという配信アプリで精力的に配信しております。僕も最近配信見に行かせていただいたんですけれども、これがもう喋りがめちゃくちゃ達者です。もうコメント返しも早いし、しっかりと質問に対して的確に答えてますし、お肌は綺麗ですし、何よりも飾らない佐々木彩選手が前面に出ていて、とても魅力的な配信だと思います。また、まあ、競輪の話はもちろんするんですけれども、競輪の話以外にも、まあ、世間話ですとか、ちょっとディープな話ですとか、もう幅広くトークしてまして、僕の普段の配信みたいにとってもトークとかはしてなかったんですよ。もうこれはね、ほんとね、見習わなきゃいけないなと思いました。とても健全で見やすい配信です。概要欄に佐々木彩選手のミクチャの URL を貼らさせていただきましたので、ぜひともそちらもご覧くださいませ。またね、本業のガールズ競輪選手としても、もう最近はですね、予選から確定馬に乗る活躍が増えてます。もうこれはね、今年中の優勝、これも見えてきたのではないでしょうか。佐々木彩選手、これからも応援させていただきます。というわけでございまして、ご視聴いただきありがとうございました。ガールズ競輪応援チャンネルでございました。